続いて、ヤマハさんの PWC ブースにやってまいりました。これから青山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。今年のですね、ヤマハのマリンジェットといえばやはり何といってもこちらの、FX SVHO になると思うんですけども、従来の SHO から V が加わって SVHO になった、はい。どのように進化したのか、はい、簡単に教えていただけますか。はい。SVHO エンジンと言いまして従来の SHO エンジンに対して、馬力が上げられています。はい、それと合わせてジェットポンプの方も、変更されています。ではエンジンの出力が大きくなったことによって、はい、それに応じて、ポンプの方も改良が加えられているということですね。そうですね。はい。こちらの FX SVHO は春にも特徴があるというふうに聞いたんですけども、はい、このナノエクセルについて教えていただけますか。はい。これは従来の SMC に対して、その SMC の構成材を見直すことで、軽量化、されています。じゃあ強度も落ちていないという。そうですね。はい、わかりました。あちらにですねエンジン単体の展示がありますんで、そちらに移りたいと思います。はい。こちらが FXSVHO に搭載されているエンジンなんですけども、従来の SHO と比べてどんなところが変わったのか教えてください。はい。このエンジンはですねスーパーチャージャーやインタークーラーを変更して、吸気効率を向上させています。はい。ではこの出力アップしたモンスターエンジンが、今年どんな走りを見せてくれるのか、非常に楽しみですね。ぜひ皆さん乗っていただきたいと思います。はい、青山さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。